群馬県道17号前橋停車場線は、群馬県前橋市を通過する県道である。群馬県前橋市表町の JR 前橋駅、前から同市、本町の国道50号を結ぶ路線である。全長わずか500メートルほどの短い路線であるが、全線6車線で整備されており、道に沿って植樹された景焼は、前橋駅前から群馬県庁前まで続く。 並木の一部となっており、読売新聞社選定の新日本街路地100系の一つにも選定されている。前橋駅前交差点県道109号の終点でもある。写真右奥方向が県道17号、写真左奥方向が県道109号、写真左手前方向が前橋駅北口ロータリー、写真右手前方向が主導である。 起点から本県道を望む本町2丁目、小サロの交差点写真手前方向が県道17号、写真奥方向が県道4号、写真左奥、右手前方向が国道50号、写真左手前方向が主道である。欅並木は1950年に戦災復興事業の一環として植樹されたもので、前橋市のシンボルとなっている。 一方で1980年代の一時期、おびただしいムクドりのねぐらとなって、憤慨を起こし、物議を醸したこともある。沿道は、オフィスビルが立ち並び、企業の支店等が多く入居する、メインストリートであったが、前橋市全域の市街地空洞化と、度のモータリゼーション進行に伴う、駐車場不足により、沿道から撤退した企業も多く、衰退が著しいのが現状である。 ありがとうございます。